皆さん、お騒がせしました。一睡して、治りました、体調。なので、続きをやっていきたいと思います。次のエリアに向かうんですけども、当たり目指令がね、いなくなっちゃったんですよ。目の前からいなくなっちゃって、これ理由が、なんかその、誘拐されたのよ。拉致されちゃったの。そう。拉致されちゃったから、次のエリアここからかな？取り返しにね、今から行こうと思ってます。よろしくお願いします。ということで、次のエリア来ました。イェイ。とりあえず来たぞ。何個あるんだろう。行くぜ。あ、UFO だ。あの UFO 絶対怪しくない？絶対怪しいこれ。よし。パパパパパパッと。パパパパパパッともう早速やっていこうか。どこにあるんだ？夜間は。夜間を探せ。みんなまずは夜間を探すんだ。なんだこれは。全然夜間がないじゃないか。登れない。登れない。ちょっとマジで寝たら元気になっても体調不良から復活よ。ないんだけど全然。危ない。これ上に絶対あるよな。絶対上あるよな。今度は上から攻めていくっていうのが主流なのさ。ああ、下だこれ。下だ。ねえ、これ大変すぎる。うれうれ。あ、ここに1個あったよ。はい。まず1個目ね。やっていきましょう。よし。タコドーザーだって。よーし。また、グリルか。またグリルが、これ上乗れるやつだな、タコドーザー。おーおー、目の前に来やがって。どいてくれよ。どいてどいて。これ大変なんだよね。あ、鍵が必要ですね。鍵を探さなきゃいけないな。あった鍵。待って、鍵があるんだけど、タコドーザーの下に入ってるから、あいつらが邪魔で取れない。ぐるーって回んないと取れないかな。あった。オッケーオッケー、取った取った取った。逃げろ。あぶねえ。ギリギリ。めっちゃギリギリ。ジャンプ、オッケー。めっちゃギリギリ。で、これ、ドーザーの上乗るのか。ドーザーの上乗って移動か。ドーザーは、これいけんの俺。あ、いけたいけたいけた。ドーザーを使わなくてもいけたね。ナイス。チェックに来た。俺がね、勘違いしてたんだけど、前にこのタコドーザーの上乗れたの覚えてるな。おっ、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 おぶね。おぶね。どうせまた鍵だろう。鍵がどっかにあるはずなんだ。鍵を探そう。あった。あったあったあった。この鍵。この鍵もらって、鍵穴のとこ入れに行かなきゃ。うわ、ドーザー来てる、ドーザー来てる。待って、ドーザーが後ろから来てるのに前にもいるから動けない。やばい。この隙間から、ああやばい、やばい、やばい、危ない、危ない、危ない。で、このステージむずいぞ。タコ1むずいぞ。このステージむずいぞ。上から行こう、上から行こう。はい。はい、オッケー。ま、鍵がどっかにあるはずなんだ。これか？違う。鍵を探そう。え、ない。どっかに多分、鍵が。君が持ってる。やっぱり。やっぱりな。鍵見つけた。こういうのは大抵強いやつがね、強そうなやつが持っとるの。はい、いた。で、これで、あ、すごい、これもタコゾウザイに見とるな。ゴールー。なんかゴールがタコゾウザイに出て怖かったよ。ナイス。よし。こっち呼ぼう。で、上にも多分あるはずだから、上行こうか。あ、違う、これ夜間だ。待って。え、どうすればいいのこれ、戻りたく、え、ねえ。ちょっと怖いから戻る。スーパージャンプで戻ろう。え、こっから飛べるんだ。すっご。このステージすっご。ひゃー、怖い！ひゃー！落ちるのマジで怖い。普通に怖い。ねえ、なくない？
俺何やってんだ本当に。ねえ、どうすればいいのこれは。どこにあるの。あー、上まで来れたけど、こういうのは上から探す。こうやってモーンってしてる。あれあそこにあるね。見つけた、2個目、見つけた。次なんだろう。うわ、観覧車だ、綺麗。スネーシーワールドの観覧車か、めっちゃ綺麗。わー、めっちゃ上がっていく。どんどん上がっていく。塗らなきゃいけないか。なるほど、前に進んでスイッチ使うタイプね。これもね、多分スプラ2かな、オクトエキスパンションとかスプラ3にもあったのかな。あ、スーパーショットいきましょう。こんにちは、倒させてもらうぜ。またね、早っす、場所打つの早っ。一発で倒せるの強っ。はい、倒していく。よし、よしよしよし、上に上がっていくよ。上に上がって、これもスイッチ押せばいいかな。形がおもろい、変な形しとる。で、下から貼り付きます。2チェックポイント。え、マジで元気になってる。昨日やるより今やってる方が多分普通に楽だ。あれあれ、これどこだ、これどこ、下、違う、どこ、こっちか。全員倒さなきゃいけないのか、もしかしたら。このどうだろう、このスナイパーもね、しっかり倒して、で、ジャンプポイント、ここね。はいはい、 OK OK OK、 順調ですね。うわうわ、回る、足元が回る。ブルドーザーやばい、弾き返すんで。またスイッチがここにあんのか、すごい形だな。うわ、ガッシャンコ、ガッシャンコした、ガッシャンコしたね。オッケー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 、倒して、チェックポイント、スイッチ押してみるか。あ、出てきたね。どうもー、鍵を探せって言ってるね。鍵倒せばいいの。あ、あった、ドーザーのとこ入った、鍵ゲット。ここか。で、目の前にゴールあるよね。オッケー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 、見つけた。はい、ナイス、順調。これを順調と言わないで何を順調という。一番夜間を探すのが大変なんだけど、分かってくれるかな、この大変さを。みんな夜間を探すの一番大変なのよ。あー、また落ちた。次はここじゃね、絶対ここだろ、絶対ここやで。ほらほらほら、見つけた、3個目。あと4個集めなきゃいけないので大変だぞ。爆発させます。はい、チェックポイント行きました。うわー、すごい、てか落ちそうじゃない、ここまで。うわい、スタンプさせてからだけど、なんかスタンプしたらさ、このスポンジから普通に相手落ちそうだよ。危ねえ、ガトリングガン、今殺意がやばかった。今確実に俺のことを脅そうとしていた。殺意がすごかったぞ。おいおい、はい、オッケー。これもうスパショでいいよね、スパショで道作れる、やば。え、めっちゃ気持ちいい、これスパショで道作れるの気持ちいいな。はいはい、いける、ナイス、チェックポイント来たよ、バガーツ。待って待って、ああ違う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 、やりたいこと違かった。左からか、バガーツ。あ、そこ、ここからジャンプね、ここからジャンプ。あー、危ない危ない。うわ、足元がやばい。結構俺は今生きていたけど、
これは勢いよくいってボーン。あ、ボムがやばい。あぶねえ。ちょっと普通にボムが強い。普通にボムにやられました。何、普通にボムにやられてる。強。いや、ボムはね、一角だから危ないんだよな。ドーン。危ね。死ねないぞ、ここは。死ねない。あ、ちっちゃくしないで。ちっちゃくしないで。命に関わる。ちっちゃくしないで。ここは、下まで行かないといけないから。はい。はい、オッケー。これむずい。地味にむずい。またスーパーショットか。なるほど、上から撃つのかな。箱ドレス一匹で終わった。箱ドレス OK、 箱ドレス倒した。はい、ゴール。まだまだちょろいね。まだちょろいね、いけるね。さあ次のステージへ行きましょう。あ、見つけた。なんか右にあるぞ。この間欠泉のとこにあるぞ。この上、これそうだよ。はいはいはい、あと3つ、あと3つ。いい感じだね。よし、タコゾネス、ワカメゾネスだ。お、びっくり。てかこれさ、無視していいやつだ、このステージ。ゴールがね、どこかわかんない。よいしょー。一応進んどく。無視無視無視で、キャラコンで進む。ゴールがどこか、こっちかな、もしかしたら。ゴールこっちかもな。あ、違う？違うぞ、ゴール。何？もしかして。もしかしてこっちか、ゴール。こっちじゃね？こっちだこっちだこっちだ、絶対こっちだ。ほら、でこの上だ。もうドネスは無視。オッケー、マジで楽だ。潮の目油田はこれ北側って言って、北側ね、塗ると強いんだけど。よし、次でーす。また探さなきゃな、ぽいやつ。あ、おっとおっと、もうこんな近くにあった。マジでナイスですね。これ何？ね、あ、オッケー。こういうことね。こういうことだ。オッケー。これ簡単、簡単じゃないけど、よりいける。どこ？みんな応援してください。一応アーマー取っとくか。うわー、アーマー割られた。うわー、これ、スパショナイトきつかったな。これ、スパショナイトきつかったな。ね。アーマーついてる子が強い。アーマーついてるイカが。タコが。イカなのかタコなのか、タコゾネスなのかゾネスなのか。うわ、いてそんなことある？厄介だな、この回転台。はい、厄介だけど、いけます。チェックポイント倒した。はい、うわ、君はこれで倒さないと。はい、え、当たってない、ごめんね。下向かないと地面濡れないのか。なんか久しぶりだな、スーパーショットって。これは下かな。乗って前行って、じゃあ俺せっかちだからこのままジャンプしていこう。なるほど、よいしょ。みんなじゃあせっかちだからこうやって上に。はいはい、 OK。 もう最終だ。早いね。向こうから来るのかな。オッケー。
まあこれに合わせてジャンプしたりすればいけるよ、まあ、ついでに倒しといて。早い。これ乗るのかな。乗ってればいい。これ移動できてる、移動できてる。オッケーオッケーオッケー。なんかよくわかんないけど、はいはい、オッケー。このまま上に上がりましょう。左行った方がいいか。うわー、オッケー。頑張れ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 。オッケー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 。ナイスです。あれ、なんか携帯が充電できなくなった。よかった、できた。あ、で、あと1個じゃん。とか言ってたらあと1個じゃん。探せーい。この世のすべてをそこに置いてきた。どれだ、俺の財宝は。ゴールディ・ロジャーが言ってたぞ。どれだ、俺のモアモア明日のどれだ。え、ね、これはこれは、あ、これ違う。え、どこにあるの。ね、あと1個ない。え、ない。え、ない。え、どこだ、この上。ここは、あ、ない。え、ないよ、最後の1個。ずっとトントン拍子見つけたからいいものの、この裏側とかなんかあるわけでもないよね。何のためにあるのこれ、逆に。逆にこれ何のためにある。え、マップ見てみるか。マップ見る感じここら辺にあるって多分なんかね、感覚だけど。あれモアモアじゃないか。上かな。こっち行ったよね。これはない。どこ、みんな教えて。あ、待って、これ下に下げれる。この上なんてどうよ。あってもおかしくないやな、この上。あ、でもある、すでにもうある。どこ、最後に1個。どこ、行方不明です。最後の1個がありません。最後1個ありません。なくしました。大体来たぞ。一番上行ってみるか。ここドーザーだもんね。で、多分この上が違うんだよな、確かな。この上違うんですね。ないよー、最後の1個。わー、落ちちゃった。セーフ。さ、え、こんだけ上探してないなら下じゃね、これ。これ上探してないなら下ね、下のどっかに隠れてるんじゃない？さすがに、さすがに下じゃない？こんだけ上行ってないならどうなの？はい。いや、ないぞ。まあ、横とか見とるけど、ここかなーってとこ見とるけどないぞ。え、絶対ないじゃん。上じゃん。じゃん、下にはありません。上です、これは。上にあるんだけども、ゆっくり見ていくか。こっちがあるもん。え、あれ怪しくね、あそこの。あそこ怪しいな。あそこなんだったの、あの下。どうやっていくんだろう。こっち怪しくね、ここ。これどうやっていくんだろう。これか。あ、これだ。これ怪しいべ、絶対。あった、あった、ほら。え、全体見てみるもんだね。大事だね。それ見つからんわ。これ全体見てみるべきだ。あー、オッケーオッケー。これもう速攻、速攻行くべ。
鍵ないよ。鍵だ。何の鍵だ。あそこの鍵だ。よし、このまま。このままあいつら無視して。はい。はい、速攻。こんにちは。トルネードくん、こんにちは。トルネードくん、こんにちは。はい。よし、これで念願のボスに行けんのかな。おっしゃってくぞ。はい。確かに、この、リーバス部が短いから、死闘って書かれてるのもわかるわ。なんか、タコがいっぱいいるんだよな。ビーバスパークで狭いからいっぱいいるに感じちゃうんだよ。まあ俺は全く戦わずにトルネードを倒していったけどね。でこれ上に行けばいいのか。オッケー、夜間のとこですね。うわー届かない届かないよー。で何これ上に行けばいいんだね。わー緊張する。ドキドキ。ボス夜間ドキドキ。んどうも。こいつがラスボスかと思うじゃん、みんな。多分、違かった。確かね、ラスボスに見えるけど違うんだ。なに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 その UFO。めっちゃ上上がるじゃん。うわ、電池ナマズ。いや、これラスボスやん。完全にラスボスやん。もう来るなって言ってるもん、当たり目さんが。え、電気ナマズ、亡くなった電気ナマズここにいるよ。ほら。ほら。これ亡くなってた電気ナマズ。何？何この機械。うわー！タコバサ将軍です。ちなみにこの上のギア、カブトのギアは、アミーボでゲットできます。いや、わさびがめっちゃある。この DJ はわさびやばいぞ。すりおろしとるぞ、わさびを。DJ で。うわぁ、よろしく。なんかロボットと戦わなきゃいけないんですけど、おい。早いな、攻撃が。打ち返して、前に進むと。打ち返すぞ。さあ、来い。ダメージ被弾もしないように、ああ危ない。この狭い道もねしっかり行ってね。さあ来い。全部打ち返してやる。おい危ない。はい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 。いいよ。あれの準備。あれってなんだ。あれって何。うわあれだ。めっちゃあれだ。うわぁ！あれ、あれまた来た。あればっか見てたらこれ飛んでくる。危ない。うわ、打ち返せ。ごめん、危ない。あればっか見てちゃダメだな。これしっかり全部打ち返せな。あ、めちゃくちゃ汚れてますね。この右側か。おい、タコバサ逃げるな。俺と先生どうぞ勝負だ。さあ来い。おい、タコバサ。うわぁ、レーザー。メガホンレーザーだ。ちょっと手も打ち返して。左の手も打ち返す。はい、インクもギリギリ。どんどん前に行かなきゃ意味ないんだよね、確かね。待って、やべやべやべ。危ねえ。あ、ねえ、空振った。完全に空振った。しゃあねえな、今。プロペラがあったから。うわぁ！だんだん攻撃のパターンが増えてってるね。はい、打ち返すよ。オーケー。打ち返したよ。はい、お次のパターンは何だい？だんだんパターン化していくぞ、君の攻撃。見切ってるからな、俺。打ち返せなかった。見切ったと思ったのに。見切ってない。レーザーのせいでちょっと打ち返すの遅れちゃうね。レーザーが怖い。俺でも食らってなんじゃん。まさか。あれか？マジ？お、危ねえ。うわ！
レーザー食らいながらこれを打ち返すなんて。うわっうわっ、オッケー、もう懲りただろ、まだまだやる機会、懲りてもいいでしょう、十分十分頑張った君は。スプラ2も3もやってる、もう特別なスーパー3号だぞ俺は。スーパーサイヤ人みたいなもんだぞ俺のイカちゃんは。もうね、始めた当初と違うんだよ、上手くなってるんだよ俺も、上手くなっちまったんだ。なんだこの、なんか出てきた、うわ俺だと上手くなるんだよ。さあ来い、また全部打ち返してやる、また鼻かゆい、あ打ち返せ打ち返せーい、はい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 、どんどん打ち返していこう、どんどん押し返していこう、これ前行った方がいいな、これ前行こう、アーマーもらうぜ、アーマーもらったぜ、最強アーマーにするね、はい、これ手近いから打ち返すの大変だな、手が近いな、はい、いいよ、あれでも暗いとか言うんだろうどうせ、ほらまた来た、はい、来た、また。はい、また来た。右からのカーブをかけてきた。その右からのカーブ何もんだ。うおー、打ち返せ。はい。うわっ、うわー、返した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 。早い、早いでしょ。ねえ、まだやる気？ねえ、俺スーパー3号だけど。おい、スーパー3号に挑むの。あー、どっか行っちゃった。チャービビってる。へいへいへいって言っとるけど、これはあの完全に野球少年と思う。スパショくらい、スパショくらい、スパショ強っ、スパショ強っ、ワンポイント、これワンポイント、あ、これあれね、床ね、そういう床ね、また敵が生まれてくる、どんどん前行きたいけど、これ打ち返さないと後ろ来るからな、はい、ですよ、あ、打ち返せなかったこっち、ごめんね、でも前出れそう、ナイス、オッケーオッケー、スパショもらったよ、これスパショ強いぞ、やばくなったら使おう、一発で打ち返せるから、はいはい、はい、オッケー、あ、何この見えない床、何この見えない床、何この床、うわっ危ねえ、死にかけた、危ねえ、これ打ち返しまして、左、右、はい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 、さあまだやるのかい、もういいんじゃないの、諦めてもいいんじゃないの、スーパーショットでいいんじゃないの、もうこれでいいんじゃないの早くないスパショ、おいおいおい、まだやる気か、あ、聞いてみんな、塩辛節DJ が流してくれたのかないやー、おりちゃんとホタルちゃん来た、1号2号実はあおりちゃんとホタルちゃんで、よからぶしゅうかねえな、君は自分で踊ってる、自分で抜けられる技術持ってたんかい、生抜けの技術持ってたんか、じいちゃん、よし、とりあえずじいちゃんを助けに行こう、うわー高まる、これこの曲でできるの嬉しいよね、ヒーローモード、ちょっと待って危ない、これ行っちゃダメなやつじゃねえ、まだ、あー危ない、ルンガリー、はいはい、どんどん押し返していこう、行くぞ、近いけど気にしないよな、もうこんなとこ、うわ近すぎ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 だって、うおー手が近い、うぇ、近すぎるね、近すぎるけど熱いね、この試合ね、
来いよ、全部来いよ、かかって来いよ、わかかって来い。てか普通に熱いな、この曲が。おい、もう体調不良とか気にしなくなってくるあ、ここでレーザーされたらきついんだよな、確か。避けるしかないんだよな、どうせレーザー来るんだろ。危ねえ、この一本道のレーザー厳しいよ。また来た、危ねえ、右、左、はい、よーし、避けたぞ。もうちょい、もうちょい、じっちゃん、じっちゃん、ボム投げといた、じっちゃん早く、じっちゃん助かって、ボム投げたから。まずい、しっかりしたい、割られたけど、割られたけど今度打ち返して、もう一個来るよ、右です、はい、しゃーしゃー、これとどめ、タコワさん痛い、タコワさん、タコワさん振り回されすぎだろ、スプラに振り回されすぎだろお前。なんか今までで一番早くこのヒーローモードクリアした気がします。僕やはスーパー3号なの。イエーイ、嬉しい普通に嬉しい。あ、電池のまず戻ったよ。ニュースニュース、誰もいないけど真夜中中の臨時ニュース、なんでなんで、こんな時間にいてどうした。なんとなんと、オーネンジナムズが帰ってきたよ。自分で帰ってきたのかな。え、でも安心だね。そう、そんな感じで、こうやって電池ナムズを取り返しました。過去の僕はこうやって取り返しました。あ、終わっちゃった。これがスプラ1のヒーローモードでした。なんか意外と短いでしょ ?2 になるともっと伸びてきてさ、オクトエキスパンションって新しい要素も増えた。で、スプラ3のヒーローモードも結構長くて面白かったでしょ。で、サイドオーダーって新しいのも出てきたし、なんかだんだんね、そのストーリー系もね、レベルが上がってったんだよな。だから1はこれ多分ね、チュートリアルみたいな感じだったんですよ、ヒーローモードは。なので、やってる人が意外と少なかったり、まあ、2から始めた人、3から始めた人、やったことない人が多分いっぱいいると思うので、今回僕の動画で、見てもらって、とても嬉しいです。まあ、思い出にね、自分もやれたのも嬉しいし、まあ、今後、スプラ1の、はい、この、動画として、残しておきます。はい、見てくれてありがとう、みんな。ラスボスのタコワザ将軍も、倒すことができました。ありがとう。じゃあ、以上で、終わり!